皆様こんにちは。今回はスマートフォン用 Google ドキュメントアプリでヘッダー、フッター、ページ番号を挿入する方法をご紹介させていただきます。スマートフォン用 Google ドキュメントアプリは2016年1月末のアップデートにおいてドキュメントページにヘッダー、フッター、ページ番号を挿入できるようになりました。これにより Google ドキュメントにおいて印刷用の書類作成がしやすくなっています。スマートフォン用 Google ドキュメントアプリでヘッダー、フッター、ページ番号を挿入する方法は、まず Google ドキュメントアプリや Google ドライブアプリからドキュメントファイルを開きます。そして右下の編集アイコンをタッチして編集状態にします。次に右上のメニューアイコンをタッチして表示されるメニューの一番上にある印刷レイアウトのスイッチをオンにします。これでページ上部にヘッダー、ページ下部にフッターが設定されるので、その部分をタッチすることでテキストを挿入できるようになります。またヘッダーとフッターを設定し、どちらかをタッチしている状態の時に画面下やキーボードの上に表示されるメニューバーの一番右にページ番号アイコンが表示されるようになります。このページ番号アイコンをタッチすることでヘッダーかフッターにページ番号を挿入することが可能です。ヘッダーとフッター、そしてページ番号は Google ドキュメントで印刷書類を作成している方にとって待望の機能かと思います。ぜひ今回の内容を参考にして活用してみてください。以上、スマートフォン用 Google ドキュメントアプリでヘッダー、フッター、ページ番号を挿入する方法のご紹介でした。